金城山丸は、かつて三井物産船舶,舶部が運航していた貨物船。金城山丸級二隻の一番船で、同系船は金宝山丸。三井物産船舶,舶,舶部は、以前より大連を経由する定期運航を行っていたが、1932年の満州国建国に伴い入国が活発化。他船も多数敗したため、 三井物産の大連航路の成果はあまり良いものではなかった。そこで、同社ではそれまでの航路とは別に横浜大連間の直航便を計画し、同系2隻の中型貨物船を新造することとした。なお出機には石炭を有効利用する、国策上の立場から新造船としてはすでに少数派であったレシプロ機関を搭載することとし、効率を高めるために、 エータベル検式排気ターボコンプレッサーを装備した1936年三井物産造船部玉工場で建造され横浜大連の急行便として就航毎航海横浜にてほぼ満船となる好成績を収めた1937年の日中戦争時には徴用による潜伏不足から 台湾や南洋方面に不定期船として就航した。1941年2月3日府で海軍に徴用され、機雷不設を主目的とする特設巡洋艦となった。1942年4月10日、金城山丸と特設巡洋艦、のし丸、特設砲艦、長雲丸で、東南太平洋海域の海上交通保護を任務と、する第二海上護衛隊が編成された。 しかし、三隻ともまず入居整備や新任務のための偽装変更等が必要であった。近所山丸は、呉で整備、偽装を行い4月25日に出港して、トラックへ向け単独航行中、5月4日17時30分に、トラック北西でアメリカ潜水艦、グリーンリングの攻撃により、飛来沈没した。第58区船隊の 厚市栄丸により23名が救助された。ありがとうございます。